ハローアースノイド。キラ隊長は最強なんだぞ。に対する、ネットの反応をお送りするよ。アムロレイ、カブトコウジ、ゲッターチーム、そんなのよりキラ隊長が最強なんだ。何がマジンガーやゲッターだ。いけい、キラ隊長、やっちゃってください。やめるんだ、シン。特にアムロ隊に喧嘩売るのはまずい。でもちょっと嬉しそうな順将。キラの部下だろ。お前が先陣切らないでどうする。行くに決まってんだろアスラン。俺がやられてもキラ隊長なら鼻歌混じりに撃退して仇を取ってくれる。エルス、なんてのもキラ隊長なら撲滅できる。アンチスパイラル、あんなの隊長なら素手で十分だ。だんだん縛りがエスカレートしていくやつ。何がホルダーだ。キラ隊長なら学園で99連勝くらい余裕でいける。まあこれは運。さすがに学生相手に99連勝してもみっともないだけだよ。スレッタ、やっちゃう、あの男ショス。エリクト今日はオーバーライド使っていいよ。種モビルスーツはパーメット使ってないからスパロボ補正ありの方な。傲慢サンダーと傲慢ビームありならまあまあスパロボ上位層にも通用しそう。キラ隊長、ガンダムに乗った奴ら全員にキラ隊長はお前たちより弱いって言ってたと伝えてきました。さすがに発言捏造はあかんって、ガンダムファイターどもがアップを始めました。やめてよね、本当に全方位先輩たちまで敵に回すからやめてよね。すいません、自分全員にお前たちが弱いからってキラ隊長が言ってたと伝えておきました。キラさんはあっちの方も強いんだぞ。15歳で童貞卒業して3人の男を寝取ったんだ。逆に、それだとサイトアスランとウルフェ寝取ったことになるから。このシンちゃんアコードに洗脳されてない？ネオジオン、あんな連中隊長なら5分あれば十分だ。何が流派東方腐敗だ。キラさんなら自慢の拳で衝撃と撃滅と抹殺のパンチをしてくれるんだ。やめてよね。本当に皆がすごい顔してるしやめてよね。朝勤務、わざわざ隊長に瞬殺されに来るなんて卑小な心がけだな。ビルキス、そんなフリーダムのパクリみたいなやつで勝てると思ってるのかアンジュ。このポメラニアンめ、それはそれとして勝手に喧嘩売られた面々は仕方ねえなぁと腕まくりしてじゃんけんしている。いろいろな人からシミュレーションで勝負を挑まれる羽目になったキラ隊長。ここまで行くと大体の人はほっこり顔で話を聞いてくれるよ。一部の戦闘今日は知らない。〇〇さんより隊長の方が強いとかなら戦って決着つけようぜって割と穏やかに終わる。ただ隊長ならどうにかできたとか、隊長なら勝ってたとかは特大の地雷を踏む可能性があるからやめろ。私は喧嘩を売られなかったのだが失礼だと思わないか神優。それ僕が、隊は多分相手にならないって真に言ったからですね。お前らここでもつるんでるのか？一番強いのはキラ隊長なんだ。一番可愛いのはルナなんだ。アグネス、あのヤマザルを止めなさいよルナマリア。シン、そろそろやめなさい。完全に母ちゃんじゃねえか。シン、今のは聞き捨てならないよ。一番可愛いのはラクスだ。え、そこなの順将？じゃあ僕は歯が一番可愛いってことを教えてくるんで隊は留守番しててください。言いたい放題言いやがって、一番可愛いのはティファだろ。は、エウレカが一番可愛いだろ。訂正しろ、一番は二代目だ。シンと同じ声で喧嘩するんじゃない。は、スレッタがミオリネさんが一番可愛いとか言い出してキャリバーンを持ち出して喧嘩を打った。ねえ、ヨモギはあっちに参戦しないの？は、わざわざ喧嘩する必要ない。ふーん、そうなんだ、そうだね、怪我したら危ないもんね、ふーん。いや、別に、怒ってないですけど、以下長文、めんどくせえ浮かれポンチがよう。サラが一番可愛い。ヒロトさんの一番はやっぱりイブさんですか？それともヒナタさんですか？もしかして大穴でメイさんなんでしょうか？モルジアーナも気になると言ってます。言ってやれるルーシュ。そうだな、一番可愛いのはナナリーに決まってるだろ。お前はそういうこと言うやつだよ。そうだな、お前はそういうやつだよ。そうだったな、お前はそういうやつだったなルルーシュ。そうじゃなきゃ偽物判定だよお前。え、立夏が一番可愛いでしょ。そんなの当たり前じゃないか。アンジュは乱暴で気まぐれだけどよく笑って、すぐ怒って、思い切りなく、最高に可愛い女の子だよ。高慢で形のいい胸を揉みしだいた時の声とか内もものほくろの数を数えた時の反応とかも最高で、この色ボケどもめ。
ここで男を見せればホモ疑惑を払拭できるぞイザーク、俺は行ってくる。ああ、恋人自慢なんかするから戦争始まったじゃないか。じゃ、俺もちょっくら参加してくるわ。この世で一番可愛いのは魔竜だって教えてこなきゃ。一番かっこいいのはムーよ。いいえかっこいいのはオルフェですよ、ねえ姫。いいえ、キラが一番かっこいいですわ。キラです、キラ、キラ。はぁ、オルフェに決まってます。オルフェ、オルフェ、オルフェ。キラヤマトはオルフェのパチモンです。二人のリノメタ装備機体で勝てなかった奴がほざくなぁ。さすが中堅、隊長をけなされるのは許せなかったか。キラ、ラクス、たとえ僕があの男のパチモンだとしても君の一番ならそれでいいんだ。ラクス、キラ、世界で一番かっこいいですわ。一番かっこいいのはサジよ。いやまあ女性から見た男としての評価はダントツで高そうだけどなサジ。すげえマクロス組がなんか裏で修羅場になってる。明日の将軍どうにかしてください。艦内で乱闘騒ぎが起こって。そのようだな。私もエミリーが一番だと参加せねば。は、ロマリーが一番なんだが。騒いだ奴は全員実習室に入ってもらおう。そしてさらっと未来さんの自慢をするブライトさん。一番可愛いのはシンだろ。は、一番はバナージなんですけど。引き捨てならないねお兄ちゃん。一番はヨナだよ。とうとうモビルスーツまで参戦してきやがった。は、あなたたち自分の好きなパイロットのために何度でも自殺できるの。それくらいの覚悟あるの？俺たちも負けてられないな。イサミー。またイサミが恥ずかしめられてる。ドケキ様ら。強さかっこよさ可愛さ美しさ偉大さ、すべての頂点に立つのはマジンガーだ。文句のあるものは私の前に出てくるといい。ふざけんなカブトコウジ君を部品にしやがって。ロボット君たちのパイロット自慢も面白い。こういう喧嘩は本来止める側なんだがな、徹夜も来るだろう。ハヤトや弁慶には悪いが久々に暴れようぜ。うるせえ、お前はその前にさっさと告白しろ。訂正しろシン、一番可愛いのはカガリだろ。シン、無差別に不特定多数の相手を煽るのはやめるんだ。そんなことより一番可愛いのはカガリだと訂正しろシン。誰が訂正するもんか、表に出ろアスラン。ルナが一番可愛いんだって新しくなったデスティニーで証明してやる。完全に流れ変わったけどより一層乱闘騒ぎ起こってんじゃねえか。平和だったシンの隊長自慢が、シンの彼女自慢から戦争が始まった。途中からスパロボ時空に突入したな。最初からそうだろ。のろけスマッシュブラザーズが始まってた。他を下げずに恋人の自慢をするのならほっこりするけど下げ始めたらダメになることを全員わかってるタイプの喧嘩。この話題決着がつかないだろ。もうそれぞれの相手が一番でいいと思うのだが。それで終わらないから殴り合ってるんだろ。マクロス組はなんか別の意味でギスギスしてるけど。あなたの旦那が先陣切って戦っているのですがそれは、一番可愛いのはうちの猫ですね。動物最高ですよ。なんでお前が一番平和なんだよ。